バカ言うな。俺は車の整備でもしとくから行ってこいよ。そんなしかめ面じゃ警戒されるぜ。たまには羽を伸ばしたらどうだ。ずっと気を張っているわけにもいくまい。せっかくの機会だし、善吉さんもぜひ。レディーからのお誘いを断るなんて無粋だぞ。ぜ、はあ、分かった分かったよ。ちょっとだけだからな、ちょっとだけだからな。お前もまんざらでもなさそうじゃねえか。うるせえ。海水浴は初めてだ。私も連れて行ってくれ。このスマホは防水のはず。水中だって行けるぞ。頼む。よーし、我が輩たちも突撃するぞ。安心しろ、美しいぞ。おお、そいつはよかった。わけねえだろ。待て、草薙ども、誰かだ。この先立ち入り禁止？なんだろうこれ。なんだか不思議な感じのする場所ね。なんか面白そうじゃん。入ったらやべえかな。な、そこはやめとけ。その先は宇滝だ。書いてあんだろう。宇滝？簡単に言や琉球時代の信仰の聖地だ。神が住んでるとか訪れるとかでな、今でも地元の人間は大切にしてる。むやみに入ると怒られるぞ。そんなのあんのかよ。てかよく知ってんな。まあ土地のことを調べておくのは捜査の基本だからな。もっと褒めていいぞ。じゃあこの島には琉球時代から続くで、ああ、人知を超えた者への畏敬の念ってのはそうそう消えるもんじゃねえ。お前らも神様怒らせる趣味はねえだろう。おとなしく戻るんだな。ネットで調べてみたが、特に何かがあるわけじゃないんだな。私には海岸にある岩の形や波の音や海の中にいる生き物の方がずっと興味深い。人はそれぞれが持つ価値観で何を心に留めるかが変わる。お前にとって何でもない場所でも別の誰かにとっては聖地だったりな。価値観か。すまん。お稲荷の腹時計は今日も正確だな。まあでもさすがに腹減ったわ。海で遊びまくったし。それじゃあお待ちかねのバーベキュータイム行っちゃう？わーよ、肉祭り in 沖縄だぜ。カレーも忘れるな。ルブランカレートロピカルスペシャルな。バーベキューと関係ないし、フェリーでもカレーだったわよね。望むところだ。南国の白い砂浜にはカレーこそがよく似合う。全然意味わかんねえけど、お前らマジでカレー好きだな。なあ、さっきはありがとう。
海の中を案内してくれて、とても神秘的だった。 AI には見ることができない光景だ。心が弾んだっていうのか。気を使わなくて大丈夫だぞ。ただの事実だ。だが理解していくことはできる。さっき海の中を見てそう思った。隣にはお前がいて、そして怪盗団の仲間がいて、楽しい。そうだ、これが楽しいということか。そうか、また一つ感情を学んでしまった。記録、ソフィアは楽しいを学習した。おい、またかよ。お二人さん、さっさと肉食おうぜ。肉。うん、やっぱ肉うまっ。ちょっと、そのお肉私が狙ってたのに。今日もカレーがしみる。この流れならば明日はカレーうどんでどうだ。どの流れだかは置いといて、油揚げも入れてお稲荷カレーうどんな。でも出発してからずっと美味しいもの食べてばっかり。旅先だとつい食べ過ぎたりするわね。ちょっと気をつけないと。え、誠なんて超スリムじゃんね。え褒め言葉として受け取っておくわ。なかなか稽古したりする時間もないんだけど。つか別に太ってもいいんじゃね。その方が体重乗った突きとか打てそうだし。試してみる。いや、ちょ待って。